ホンダ VT-R1000SP-1 には、ホンダ技研工業が発売、販売していた、4ストローク V 型に機頭 999CC エンジン搭載の輸出市場向けオートバイである。r v t 1 0 0 0 r s p 1 2 0 1なお、北米仕様では、商品ラインナップ上 RC45 の後継機種で、あるため RC51 という名称で販売されて、いたが、 正式な社名は RVT-1000R であり、実際の形式は SC-45 である。公道を走れる日本仕様の設定がなかったため、日本国内に流通する車体は、欧州仕様の VTR-1000SP1、にもしくは北米仕様の RVT-1000R、RC-51 のみとなる。また、 ホモロゲーションマシンとしての側面が強く、生産台数が少ないため市場での流通台数は極端に少ない。ホンダ技研工業が RVF750 に代わるスーパーバイク世界選手権用の出場車両として開発したモデルである。高動モデルの企画段階からワークスマシンのプロジェクトが組まれ、レーシングマシン専門の HR シート、 市販車を作るホンダ朝香研究所が共同開発するという初の試みがなされた。基本はレーシングマシン、その後に保安部品を取り付けるという手法で開発を行った。今まで使用してきた V 型4気筒ではなく V 型2気筒を選んだ理由としては、レギュレーションの排気量上限が4気筒 750cc、3気筒 900cc に対し、 二気筒では 1000cc で四気筒に比べて二気筒の最低重量が四気筒に比べて軽かったこと、加えて V4 と比べ、レースレギュレーションにおける車両の軽量化と構造の簡素化が図れること、長い間熟成してきた V4 エンジンの開発の限界、90度 v ツインを採用するライバルの影響が挙げられる。SP-1 では、 アルミフレームにトラスを組み合わせた剛性の高いフレームを採用したが、逆に硬すぎてこのままでは扱いにくかったため、SP-2 でフレームを改良して気度なシナリオを持たせることになった。なお、WSB のレギュレーションは変更され、4気筒でも上限が 1000cc となったため、2004年からは CBR-1000RR で出場している。 2000年1月 RVF750、RC45 の後継機種として、VTR 旋回ベースのエンジンを、HRC が完全レース専用に改良したエンジンを乗せた SP、SP-1 を投入。日本では、正式販売されず逆輸入車の扱い。VTR 旋回がベースとされるが、細部まで全くの別物である。 軽量化は意識しているが競技のための合成と装備を優先しているため VTR 旋回の 193kg よりも大幅に重い 200kg になっている。出力は 93PS から 133PS へ向上され最大トルクも 8.7kgfm から 10.7kgfm に上がっており最大トルク発生回転数が7000。 RPM から一気に 8000RPM へと上がっているため特性としては高回転型である。フライホイールマスも小さく 2500RPM 以下ではスナッチが起きるため日常用途では若干の扱いにくさはあるが、大型ブリツインや短気等のスポーツエンジンとしては普通のレベルであり、レーシングエンジンとしては扱いやすい部類である。 V ツインのためスリムな車体をイメージしがちであるが、4気筒と大差ないほど大柄な印象である。ライバルであるドゥカティとは対照的で、ドゥカティが一般向け商品としてのスタイルも重視していることに、対して、VTR1000SP はあくまでもレースで勝つためだけに、開発された車両のため、一般向け商品としてのスタイルや、スリムさは追っていない。ただスタイルは大柄だが、 ハンドルポジションやステップの左右距離などは、やや短めで、全体的なポジション自体はスリム。ハンドル位置が、通常の市販車の式位置より 40mm 程度、低く非常にスパルタンであり、ほぼレーサーそのものである。同社の市販スーパー,アース,スポーツや、レーサーレプリカの中では最も前傾を強いられるものであり、さすがにこのモデルより、後の製品は、 ポジション設定が緩くなっていたが、20年後の SC82 型、CBR1000RRR でほとんど同じ、ポジションが採用されている点が非常に興味深い。V ツインレイアウトの特性上スイングアームが短くなりがちだが、エンジン角度を立ち上げ搭載位置をかなり上型にすることで、一定のスイングアーム長を確保している。弊害として、車体重心が高くなり、 エアボックスを挟んで燃料スペースが車体最上型に追いやられたため低速での安定性に欠けるものとなった。燃料の増減によって走行感が大きく変わるほど極端な上下重量、配分であり重心の高さから低速を多用する行動での走行や引き回し時には最新の注意が必要である。サーキット用の車体でハンドル切れ角も極端に少ないため、 行動での U ターンや、路地の鋭角コーナーの走行はまずできないと思った方が良い。車体構成と重心、切れ角の点は SP- にも共通であり、SP- には普通のバイクになったと表現されることがあるが、やはり普通に使えると言えるものではない。フューエルインジェクションが採用されているが、O2 センサーを使ったフィードバック制御はなく、スロットルガイド、 回転数、空気圧センサによるシンプルな制御になっている。またラムエア加圧を狙ったエアインテークのため、エアインテーク入り口にも空気圧センサを配置して高圧時の噴射量を補正している。オートチョークはなく手動チョークで、チョーク中のアイドルアップはあるが、冬場は、指動に若干の技術が必要な場合がある。また SP-1 は年長セッティングに特徴があり、 出荷時の年長セッティングがかなり濃い目になっている。これはエンジンの冷却目的だけではなく、ホモロゲーションという立ち位置からユーザーがマフラーを交換することまで見越したとみられる。実際に HRC キットのアクラポビッチ製フルエキゾーストマフラーを装着すると全転候で不満が出ない程度にはセッティングが出るようになっている。 先に述べたように VTRSP1-2 に搭載された初期の PGM5 は、O2 センサによる補正機能を持たず排気系の微細な変更でも大きく、セッティングアウトを起こすため、安全面と体感面を見て、濃い目で出荷されているようである。エンピはこのクラスの大型自動二輪としては、非常に悪い。通常の行動仕様では回さずとも8.5から10。 キロメートル、L、よくて14キロメートル、L である。SP-2 で、若干改善されたがそれでもプラス1から2キロメートル、L 程度。ユーザーレポートではこれよりも1割程度良い数字が上がるが、装備されているデジタルメーターの髪型への誤差が1割程度と、大きめのためである。GPS や社外メーターで補正するとおおむね記述した数値となる。また、 レギュラーガソリンではなく、プレミアムガソリン仕様のため燃料費が割高になる点も考慮すべきである。フィードバック制御がないためレギュラーガソリンを入れてしまった、際の応急的な補正機能がないことにも注意が必要である。VTR1000SP- に2006-2002年7月、初代をベースに軽量化やフレームなどに改良を加えた車両。各部をさらに煮詰めた。 モデルチェンジを行う現行車にはない貴重なホモロゲーションマシン。主な変更点は以下の通り。カラーリングパターンも変更され、初代は赤ベースだったが、SP-2 は白ベースとなり、2005年モデルより黒色のカラーパターン、フレームはブラックに変更された。また、2年1月には、ホンダ側が SP-2 をベースにしたレースベース車を、 日本国内にて正規販売した。2000年北米仕様で使われている名称である。2002年からは、他地域向けの VTRSP と同様の改良がなされる。スペック的には、欧州仕様と準じるが、ウィンカーなどの一部の保安基準部品等の変化がある。SPW は、レーシングモデルのワークス仕様に与えられる名称である。 市販車レーサーベースとは違い、HRC 仕様のスペシャルマシンで、スーパーバイク用と耐久選手権用の2種類が存在した。市販車の特徴である、サイドラジエーターを撤去して、大型のセンターラジエーターにすることで荷重を前寄りに、CV 型エンジン特有のフロント荷重の不足を解消するとともに冷却効率も大幅に増加。後に、 レギュレーション変更で4気筒の排気量上限が 1000cc に拡大されたことから CBR-1000RR に引き継いだ。レース戦績、ありがとうございます。